続いてのお客様は一流アイドル熊井ゆりなさん。2004年音楽プロデューサーツンク様に見出されベリーズ工房としてデビュー。デビュー3年目にして紅白歌合戦にも出場、ね、単独公演は200回を超え、海外にも進出。そんな超一流アイドル熊井ゆりな様が一体何を反省なされるのでしょうか。熊井ゆりなさんです、どうぞ。よろしくお願いします。お座りください。何でしょうか反省は、発表お願いします。私熊井ゆりなは公式プロフィールに身長176センチと書いたら、そんなに低くないだろう、180センチは絶対あるなどと世間の皆様を騒がせてしまいました、うん、本日反省するためにやってきました。え、何の反省この後、熊井様の悲しすぎる瞬間大公開です。これはもう勝つだよ。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。若林でどれぐらい身長？僕170です。170か、はあ、え、本当に176なんですか、はい、170ってことは、じゃあ6センチ差ってことですよね。俺も結構これありますからね、高いの入ってますか、言ってもいやいやいや、76ってことはない、そんなことはないでしょ。春日よりはるかにでかいもん、ね、全然でかいぞ。春日もこんぐらい欲しいんすもん。他のメンバー大体どれぐらいなの、身長は。一番小さいあのおもちは150あるかないかぐらいです。そうか、じゃあ26センチぐらい差があるんだもんね。同じフレームに入らないです、カメラとか。あ、そう。さあ、なんか証拠写真があるということなので、ちょっとご覧ください。あ、テロップに隠れちゃってますね。よくあるんですよ、顔を売るためのテレビで全然映ってないっていう。だって加藤さんもえっていう顔してるもんね。今日は皆さんには座禅というものを通して頭の中、心の中、空っぽにしていただこうと、こういう意味で皆さんに座禅をやっていただきます。では、皆さん座禅始めてますから、これからやり方を教えいたします。一度立ってください。はい、ね、皆さんの下に座布団が敷いてある。座布団半分になってください。はい、折ったらパカパカ口が開いてる。大丈夫ですか、気をつけてください。はい、見てなかった。もうちょっと前に見て。はい、笑ってない。はい、18歳の熊井里奈です。身長は176センチです。よろしくお願いします。認められないね、なんかね。何か認められないね。はい、そして、はい、いや、でもそうするとさ、みんな今だからほら、なんとなくこう清水さんと徳永さんは二人見るとこう近い感じだったじゃん。あ、でもちょっと今ヒールでごまかしちゃった。あ、そうなんだ、はい、でもそうすると並んだ時にさ、ウィンズ現象みたいな感じ起きるでしょ。あの、なんかほら、はい、ちょっと一人だけボコって、なんかみんなグループショット撮るのに、はい、ね、よくあります。なんかみんなでなんか立ってさ、よろしくお願いしますって言ったのに胸までしか映ってない。そうなんですよ。たまにテレビとかで、ね、うん、切れちゃう時があってもうショックなんです。一応立ってみて、一回、はい、3人でちょっと立ってみて、はい、私多分ヒール脱いだ方が分かりやすいですかね。本当、はい、ヒールが、私はちょっと、あ、だってあこんな低いんですよ。はい、っていうかあれですよね、いや、ぺっちゃんこですもん、一人だけね。あ、今若干ちょっとありますけど、でもあんま変わんないです。はい、すげえ。もうすぐハッピーバースデー、イエーイ。え、おめでとう。だい、え、打ち合わせと違うよ。そうだよ、そうだよ。え、そうだよ。お前さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。かわいいひまわりとか、はい、バラもある、かわいい。そうですね、8月3日のですね、熊井さんのお誕生日で、はい、少し今日は早いんですが、うん、先取りということで、ありがとうございます。19歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。